皆さん、いらっしゃいませ。はい、はい、よろしくお願いします。皆さんもお久しぶりでございます。この映画を作るにあたってですね、一番最初にこういうものから4年半前にスタートしたんです。これこれ2022年9月1日って書いてますけど、もともと最初作ったのは2019年1月1日に作りまして、アートディレクションムービーってなんか書かれてるんですけど、なんかもともと広告のデザインやってた時に桑田佳祐さんのジャケットやらせてもらって、サザンのジャケットやれるなんてね、なかなかすごい夢じゃないですか。すごいですよね、我々世代からしたらね、だから桑田さんと一緒に仕事できたっていうことが、結構なんか燃え尽き症候群じゃないですか。アートディレクションの方の仕事としてはちょっと節目かなみたいな、なんか一個こう幕が下りたい。伊丹十三さんが好きでね、こういう企画書、こういうのでスタートするんですけど、伊丹十三さん50歳で初監督なんですね。お葬式っていう作品で、僕もだから伊丹十三ファンなんで、50になったらやりますってずっと言ってたんですよ。それはいつデザイン始めた？もうね、20歳ぐらいの頃。そうなんですね。その頃の方が映画監督になりたかったんです。で、子供の頃から映画監督になりたくて、その中でだんだん映画のデザインに興味を持ち始めたんですよ。で、そこから後でその話しますけど、デザイナーになってったんですよね。映画のデザインってポスターとかそういう、ポスターとかオープニングのタイトルですよ。あれがやりたくて、こんなこと書いてたよね。恋する惑星ね。恋する惑星が僕の、映画のテアトルの目玉に行きました。かっこいいデザイン、かっこいいポスターとおしゃれなお客さんがいて、そのスタイリッシュな映像と、そういう言葉に憧れて、もう一度感覚を取り戻したいっていうことがあるんですっていうことが書いてあって、で、僕はデザインやってるから、トータルディレクションやるんで普通の映画監督じゃないよってことを、なるほどね、伝えてるんですよ。そのもう映画っていうものを真ん中に置いて、ファッションとか広告とか全てと僕はコラボレーションのトータルディレクションと監督両方やりますよというような企画を書いてて、今までデザイン、ファッションとグラフィックで培ったこういうものを生かしていきますよってこと、吉岡里帆主演で原作は川上美恵子でやりますっていう。これなんで決まってたんですか？もう言ってました、ずっと昔から2人に。仕事をしてる中とか、そうで、いつか映画撮ったら主演してくださいね、いつか撮ったら原作やってくださいねっていう話をずっと昔からしてたんです。そこから僕は映画のこと全く知らないので、進め方がわからないんですよね。で、いつもの進め方でアートディレクターとしては、じゃあ自分でキャスティング声かけてみようかとか、どんどんいろいろ進めようと思うんですけど、脚本に関しては川上美恵子さんと話をしながら、脚本家の方に相談して、3人でこう組み上げていったりとかはしてたんですけど、実際じゃあそれが配給されて映画にできるかっていうと、プロデューサーの人がこの企画書を持って配給会社に何年か回ったけど、全部もう門前払いだったんで、最初はパルコさんに行って、ファントムフィルムっていう会社とか、バンダイナムコビジュアルさんとか、いろんなところ行ったんですけど、もう全部却下だったんで、これは大変だな。オクラに乗りかけたんですか？そうですね、その脚本を、ダメって言われるためにプロデューサーも、もっと脚本を分かりやすく変えようよとか、あとは出演者も、もっとマニアックな人じゃなくて有名な人がそうよとか、主題歌ももっと今流行ってる人から選べませんかとか、いろんな意見がどんどん加わって、だんだん脚本も自分のものじゃなくなっていくんですよ。でも映画撮るにはしょうがないのかなとか、そういう流れの中で妥協点と何とかなるのかなっていうのをやってたら、コロナになったんですよ。そこでコロナ、そう
これね、そしたらそのプロデューサーが降りることになったんですよ。ちょっと無理やと。そうコロナで進められるわけないみたいな。ないってなって、それでごめんねみたいな話になって、2年ぐらいやってたんですけど、ゼロになった。そうか。お、それ泣けますね。はい。え、で、くじけちゃったんですか。その日だけくじけました、ね。あら。はい。で、立ち直って。次の日に立ち直って、もう逆にいろいろ言われすぎたんで、いろんなプロデューサーとか出資者の方から、もっと脚本構成とか、キャスト曲構成とか言われすぎたんで、もうそういう文句言う人入れずに、自分の今までアートディレクションやってきたやり方で作って、あのもう全部誰にも文句言われへん映画を作ろうっていう風に次の日に切り替えました。企画書にあった通りの限定会議です、ね、映画制作をデザインするっていう、映画制作自体を、もう今までのセオリーじゃないやり方でやって完成して最終的に映画館に流れれば、やり方なんでもいいやろという感じで進める。で、吉岡里帆ちゃんにはもう2年前に声かけてますから、出ることだけ決まってるけど、そうです、いつみたいな感じで、で、脚本も一旦ちょっと商業っぽくなってたんです。あ、それも一回バラして、なるほど、自分のやりたい方向にまたこう組み直したり、はい、お金集めも今まではその制作委員会形式を組んで、プロデューサーの方が進めようとしてくれてたんですけど、まあ、それやといろいろ言われるので、そうか、その制作委員会形式が一番映画っぽいというかネックなんでしょうね。映画として厄介なのは制作委員会ですね。そこで金は集まるけど口も出されるみたいな。そうなんです、映画関係の人っていらっしゃいます、じゃあ大丈夫、ちょっと映画の通常の作り方みたいなのから教えてもらっていいですか。そう、こんなん見せてんかなっていう感じで、こういうのから入れてるんです僕。これ何や、これこれね、広告宣伝費を使おうって言って、あの広告の、あのなんか普通に普段仕事してる会社にこれを持ってったんです、なるほど、はい、投資ではないアートディレクターだからできるプロモーションをやります。なるほど。で、このうんならクールの場合は年間ビジュアルに吉岡里帆さん使いますよ、その代わりこんだけ金額出してね、っていうのを企画書に入れてやったんです、数字生々しく出てます。生々しく出てますね、これ、ね、大丈夫です、はい、これもサルタイココーヒーさんに、アイスクリームの開発の権利とか、その全てをお渡ししてそれ販売するコラボレーションいいですね、もうお渡しするので共同でアイスクリーム開発して500万出してねとか、こうやって仲いい会社に、まあ普通は投資っていうのは映画に対して投資するんですけど、はいはいはい、ある種僕がアートディレクターなので、アートディレクションで、まあクラファみたいなもんですよあのデザインするから大分大口やけど、デザインするからお金出してみたいな感じあ、じゃあここの映画にも絡むし、はい、デザインもしてあげるから広告費としていくらか出資してくださいよっていうのを、千原さん仲いいクライアントに何社か持ちかけて、そうですそうです。ちなみに何社ぐらい？5社ぐらい。あ、5社でできちゃうんですね。5社で、6000万ですよ。あ、そんなに集まるんですね。はい。てか逆に6000万で作れるんですね。映画は6000万では作れないですよ。ですよね。はい。だって出演者のギャラとかだけでも飛んでいきますもん。まあこのクラスのその出演者、吉岡里帆さんとか、松本まりかさんとか、主題歌が小沢健二さんとか、まあこうなってくると6000万では全然無理。そりゃそうですね、はい、億単位で当然億単位になってくると、はい、だから2億3億とかがかかると思うんですけど、それを、まあ僕が僕の思いとですね、熱い思いで、あとは絶対面白くするから、いいもん作るしみたいなことで、まあなんとかこうお金を集めたお金で、の中で皆さんにも出ていただいて、ただその、詩羽さんとか、吉岡里帆さんとか、
本浦さんとかはコラボで広告に出てもらってるんで、広告宣伝費のギャラがプラスアルファ入るわけですよ、映画のコラボになることで。なるほど。だから結果出演者普通より高くなってたり実はしたりする。これもう監督の域絶対超えてますよね、今の仕事の。今言ったとこ監督の仕事は一個もないです撮影がじゃあ開始したのいつだった？それで、ね、いけるぞってなったのが、2022年の正月ぐらい。おお、まあ、コロナもちょっと収束し始めた。3年ぐらい経ってます、うん、19年から、うんうんうん、で2022年の9月に吉岡里帆さんのスケジュールを、2週間抑えることができたので、もうそこに向けてみんなとにかく行くぞって感じ、合わせろみたいな。そうです。だからスタッフとかもみんな、映画の制作スタッフでいうとこの予算だと結局インディペンデントになるんで、本来なら東宝とか東映とか角川とかが入ってその東映のスタジオで撮影とかするわけですよ。でそこが大きく予算を出して、制作委員会にも東映が入ってとかっていう形で映画を作っていくんですけど、今回はそういうのがいないので、自分で普段ミュージックビデオとか、CM とか作ってる会社に「なあなあ」って言って「映画作りますよ」って言って「ええー」とか言って「映画作ります」って言って。そんなんやったことないですって言われて、やりましょうって言って。へー、思い出ですか？思い出深い、うん、ここは大変やったなとかね。いや 大変で言ったら全部大変なんですけど撮影の中で言うとこのキスシーンですよね。お一番大変でした、ね、なんかの何テイクも。いやいや、こんなん何テイクもできないじゃないですか、なんかだから緊張しました。お頭痛くなって倒れました。え、誰が？僕が。僕が普通の映画とかだったらもうある程度そのカメラの人がこういう風に撮るみたいに決めていくんですか？僕もだから映画の撮影の仕方ってわからないんで、蜷川美花さんの人間失格っていう映画あったじゃないですか、あれ一日張り付かしてもらった。あ、そう、カバン持ち。そうそうそう。で、美香さんのディレクターチェアの横でずっとこうやって、映画監督って何すんのかな。何してはったんですか。座って指示出してました、ね、割とやっぱみんな分担して動くのが映画の。いや、すごいです。1日の映画の撮れ高って、あれだけお金かけてる映画だと3分なんですよね。2時間の映画の1日3分です。大体ね、ものすごい朝だって6時とかに集合して夜までやって3分ですから、すごい取れ高。そうです、そうです。だからそれで言うと、まず最初に段取りっていうのをまず小栗旬さんとその二階堂ふみさんが来られて、まだもう朝の何もメイクもしてない普通の格好のまま台本通りの動きをまずやるんですよ、はい、でそれで段取りを決めたら、それを見てカメラ監督と監督がカメラアングルを決めていく。ね、小栗旬さんが倒れてこう向いたからってここでこう一発いけましょうとか、真上からとやりましょうとかっていうのを、それをやってる間にヘアメイクになる感じで、でそれでカメラアングル大体決めたら、テストを何回も繰り返して本番みたいな。その間にはもう夕方ぐらいって、石原さんどのやり方ですか？僕はもう段取りを全然やらずに、段取りをスタッフでやって、じゃあこことこことまあアングルも決めてますから、ね、決めてほいで、吉岡さん入ってもらって、ほぼ本番ですよ、決める。逆に吉岡さんも戸惑らないですか？最初戸惑ってましたね、テスト行きますって言って、回していきますって言ったら、テストで回すんですかって言って回しますって言って、これが良かったらこれにするんで、もう一発じゃないですか。そう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 、で一発も結構ありました。じゃあかなりのテンポよく、な1日10分ぐらいは撮れ高あったんじゃないですか。おお、はい、それはやっぱり普通の映画の撮り方じゃなくてアートディレクション的なんですか？僕が知らないっていうのもありますけど、やっぱり予算がないので、
分の撮れ高だと2時間撮ろうと思ったら2ヶ月かかるわけですよね。2ヶ月から3ヶ月かかるんですけど、3週間で撮らなきゃいけなかったんで、でそれが1日増えるとみんなのスタッフのギャラ、お弁当代、吉岡さんたちのスケジュールとか全てがこう加算でって予算がどんどん上がっていくので、とにかく短く撮るのが予算を抑えるコツというか、オープニングのタイポグラフィーに憧れて映画の世界、映画、まあ、グラフィックデザインの世界に行ったんですよね。文字の入り方とかその出方とかね、音楽とこう絡めるとか、それがすごい好きすぎて、そういうことをやる人になりたいっていうのがもともとグラフィックデザインになるきっかけだったんですけど、それをやってた人がソウルバスっていう、アメリカのね、マーティン・スコセッシの作品はかなりやってらっしゃる方で、有名なウエストサイドストーリーとかのロゴとかは今でも使われてますけど、あれはソウルバスの作品だったりするんですけど、その方と赤松彦蔵さんっていう日本の巨匠がいるんですよ、ギターの作品の花火とか、はい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 、キッズリターンとか、そういうの全部書いた方がいて、その2人に憧れて、グラフィックデザインの世界に入ってきたんですけど、脚本家は脚本家がいて、その脚本の通りにどう現場をこなすかっていうのは監督の仕事を、そうなんですか、ですね、監督ってそんな感じなんですか。そうです、そうです。だから宮崎駿さんとかあんなはちょっと異常な、異常です、あれは異常事態なんです。しかも監督がシャベルでこう掘ってる感じですもんね。もうあれはもうそれにみんな引いてる感じじゃないですか。宮崎駿監督とか、例えば是枝監督とかは多分プロデュースもやってらして、その全ての撮り方まで全てこだわってやってらっしゃるでしょうけど、ほとんどの映画は商業監督というか、そのいわゆるプロデューサーがこの監督でやるといいだろうということが依頼されて、監督は多分その脚本家から与えられた脚本を読み込んで、こう撮るのがいいかなっていうのをやっていく仕事。今回そういう意味で言うとね、プロデュースから、監督もですけども、アートディレクションもやって、細かいところまで全部やってるじゃないですか、どうですか、一本通してやりきってみたその感想。いやいや、本当にやりきってよかったです。なんかその、いいとか悪いとか含めて、自分でやるっていう自分をさらけ出す状況って怖いじゃないですか。で、映画監督、さっきの商業監督でいうと、助監督とか、もうずっといろんな現場をクリアしてきた方たちからすると、その人に任せとけば取れるんですよ、監督はある種それに対してちゃんとこう指示出せるかっていう状態なので、A か B か C かは助監督が出してくれるので、A って言っていけばいいんですよ、でもそれってある種その責任を分散されてる状態ではあると思うんですよね、でも僕の場合は撮り方から全て全部自分で決めてったんで、合ってるか合ってないか分かんないです、その映画監督とか映画制作してる人からするとこの撮り方ないわっていう撮り方かもしれないですけど、ある時それが怖いなと思ってたら、映画100千年前撮ってる助監督の友達が、いや千原さんもう好きに撮った方がいいと、でそれが酷評されても自分がそのレベルだってことじゃないですか、だから自分の思った通りにやった方がいいですよって言ってくれて、そこからもうなんか脳みそシフトして遠慮せずに、自分がこう撮るって思ったらこうだっていうことをやってた。なるほど。全部セパレートしてたものが今は変わってきてるじゃないですか、だから僕もデザインやってて、ここは自分でやろうとかっていうことがもう勝手にやっていってるわけですよ、だから映画の中で言っても、おそらく監督、プロデューサー、全て分業だと思うんですけど、今回はもうクリエイティブディレクターというか、なるほど、ある種全てを統括して、広告戦略から、映画の監督から、お金の集め方まで全てやろうっていうのが最初の思いですよね、だからやっぱり例えばファッション業界とかでも、昔は洋服のデザイナーのことを
デザイナーって呼んでたと思うんですよ、うんうん、でもここ数年やっぱりカール・ラガフェルドとか、うん、エルバスとか出てきたことによってデザイナーって呼ばずにクリエイティブディレクターって呼ぶようになったんですよ、うんうん、それはやっぱりその広告塔にもならなきゃいけないし、うん、そのブランドがどういう方向に道筋を立てなきゃいけないかとか、うん、広告の戦略からコラボレーションまで、うん、洋服のデザインだけじゃないことを全部今やってるわけですよ、うん、だからルイ・ヴィトンもこの間ファレルがデザイナーに就任するっていう、うん、何をデザインするのかね、うん、でも、うん、そういうセンスとか、うん、そのコラボとか、うん、やっぱり世の中に与える影響とか、ね、いろんなことをトータルして、うん、ファレル・ウィリアムズが世界観そうデザイン監督ですね、うん、そうですよ、うん、だから映画もそうなっていくべきかなっていう思ったんで、うん、ある意味その映画制作をデザインするって言葉に自分も寄り添いながらやってた感じですね、うん、面白い。東京ボードレス TV